はい今回は手塩にかけて育てるという日本語についてですね、えーまあ、ちょっと調べて、えーまあ、お伝えしていきますのでよかったら、えー、最後まで聞いていただければと思います、まあ、あまあ誰もっていうか、まあ、僕もそうですし、まあ、皆様も、えー、このね、まあ、手塩にかけて育てるっていう、まあえーまあ、日本語を聞いたことが、えー、あると思うんですが、えー、まあねな,なんて言っていいかわかりませんけど、まあ、こんな手塩にかけて育てるっていうまあ 日本語をです、ねえー、あんまり考えたことがまあ、ないかもしれないんで、えー、まあ、まあ、ちょうどいい機会っていうのも失礼ですが、ちょうどいい機会なので、えー、まあえー、今回を機にまあ、考えて一緒に考えていただければと思うんですが、この手塩にかけて育てるっていう日本語っていうのは、ですね、えー、まあ、まあ、僕たちまあ日本人日本国民にとってあのー、まあ、大切な意味をこれ含んでるんですよ。でこの 手塩にかけて育てるっていう、まあ、日本語のまあ意味ですは、ね、何かっていうと自分でまあ大切に育てる他人任せに、えー、まあせずに育てるっていうことなんですけどなんでえこういうようなことにまあなるのかっていう話なんですよね。でそれがこの、まあ、手塩にかけて育てるっていう言葉の中にあるおそらく、まあえー、まあ手塩、まあ、っていうか塩。 っていう話で、まあ、まあ、そんな話をね、えー、まあしていこうと思います。えー、まあ似てるんですが、手塩にかけて育てるとか、まあ、手塩にかけて育てたとか、そういった、えー、ことがあるんですが、まあ、日本ではですね、えーまあ、この塩に関して、まあ、いろんなことが、えー、言われるんですね言言われるというか言われれるるいてんですよ。でこの 手塩っていう、えー、ことなんですよこれ何かっていうと、まあ、昔でいうまあ小さなお皿をまあさしているっていうことなんですよねでこの日本のまあ歴史、えー、まあ歴史っていうかまあまあ歴史からですね、まあ、昔家族で食事をする時にはその、まあ、家族の中からまあ一人前の一人前というか一人分の塩を、えー、分けてもらうことからまあその時にね分けてもらうにはお皿が必要じゃないですかでそこで、えー 手前塩皿っていうまあその皿をもらう、えー、その名称が手前塩皿っていうものだったんですがその手前塩皿が、えー、短縮して、えー、ど手前塩皿から前と皿がなくなって、えー、手塩となったと言われていますまあ、かなりな短縮だと思うんですがそしてまあ、えー、そのこともそうなんですがここからなんですね、えー、まあ あのー、まあなんていうのかなの大切なことっていうのはまあ、昔もそうなんですがまあ、今もそうなんですがあの子供っていうのはね、えー、まあ、子供半人前じゃないですかだからその、えー、皿がなかったんですよ小,小皿その鉄を手前塩皿っていう皿がなかったんですよ。 しかし昔の人は人間というのは塩を食べないと病気になるとかね成長が良くないっていうことなんでお父さんお母さんが自分の塩をです、ね、子供に分け与えて食べさせていたっていうことなんですよここがポイントなんですよね、まあ後で言いますけど僕たち、まあ、皆さんも僕もなんですが塩を食べないと病気になったり成長を良くないと思うっていう話なんですけど今っていうのはどうでしょうか 塩を食べると病気になるとかそういうふうに思ってる、えー、っていうかそういったまあことが、まあえー、プロパガンダがあると思うんですが、えーまあ、それっていうのも、まあ、あ難しいんですが、まあ、悪い塩っていうことなんですがそもそも塩を食べないと病気になるっていう、えー、ここの部分ですねで昔の人は昔の日本人日本国民は、えー、この塩を食べないと病気になる、えー、子供がね、えー、そういったことから子供に、えー、塩を食べさせていたんですよ。 昔のまあ文化でまあ13歳になるまでは親がえ子供に自分の死を分けていたえっていうことからそこからもこの手塩にかけて育てるあるいは手塩にかけて育てたまあそういったこの表現のえこも元になっているえそういうことがまあ言われているんですよ。でこれってのは本当にまあ真面目な話でね。うん でまあ、僕はあんまりあの正直言いますがこういった、ね、食べ物の話とかあの結構苦手なんですよ。まあ、不健康だからね。まあ、僕が言うと全く説得力はないと思うんですが、まあ、あリスナー様の役に立つことが、まあ、ないかと思って、えーまあ、ちょっと、えー、話していこうと思うんですがこの手塩にかけて育てるっていう、まあ、このですね日本語を、えーまあ、真剣に考えようかと思うんですが先ほど言いましたが、えー、もう一回大切なことなんで確認しますが。 昔は人間は塩を食べないと病気になるあるいは成長しないとかそういうことが言われていたんですが昔はだから塩が必要だったんですよ今はどうでしょうか減塩とかっていうことが言われますね、えー、塩を減らす、うん、人間に必要である塩がなぜか減塩となるおかしい話なんですがここっていうのにまあまあちょっと思うところはいろいろあるんですがまあそこには触れないとしてもあのーまあ、塩のいい悪いっていうのがあるんですよで 悪い塩っていうのはダメなんですよ。まあ、ダメっていうか、まあ、よく体に人間の体に悪い,悪いんですよ。しかし、あのそここでいうまあ昔の、ねえーまあ、塩っていうか、まあ、今もそうですけど、いい塩っていうのは、まあ、ミネラルが、えー、たくさん含まれた塩ということで、これっていうのは体にいいんですね。うん、人間の体にはこのミネラルが含まれた、えー、塩が、えー、必要なんですよ。でえー、別にあのむ難しい話とかね、そうな分か,、うん、かりませんけど、うん、そういうなんか道徳みたいな話をしているわけではないんですよ。僕とかまあ リスナー様がね、えー、まあ,、うん、あの、まあ、調子よくまあえー、過ごされる、えー、ことを、まあ、願ってね、えー、この話をしているんですが、皆さんも僕も、えー、思うと思うんですが、ここ最近、あのものすごく暑い日が多いじゃないですか、もう35度とか40度近くになって暑いし、で実際、それニュースにもなってますけど、熱中症になる方っていうのが、えー、いるほどのこの暑さっていうのは、とても大変ですね。うん 僕はあの今年に入ってからこの話を教わったので、えー、結構びっくりするかもしれないんですが、えー、熱中症にならない対策方法と、えー、いうこと、まあ、熱,中熱中症対策なのかわからないんですが、まあ、とにかく、あのーまあ、調子よく、えーまあ、過ごしていく、まあ、方法ということなんですが人間の体にとって、えー、大切な死をと、えー、るそういった、えー、話なんですよ。 で僕はあの何を教えてもらったのかっていうと、別らのおかしいことでもないんですが、まあというかこの話を今までのこのえ文脈というか、会話の脈がなく、いきなり話すビビると思うんですけど、あの僕ね、毎日、ミネラルの塩をまあ水に入れて、コップ1杯飲んでるんですよ、コップ1杯というかう、でこのミネラルの塩というのがポイントなんですね、でえまあ普通のまあちゃんとしたまあ水ですね、水道水ではない水。だからまあ まあ塩水をまあ飲んでるっていうことですね。うん。え、そんなことをしてるのかっていう話なんですよ今年この話を教えていただいたんで、で、まあ僕はその皆さんにこの話をね、まあ、真面目にお伝えしてるっていうのもそういったことなんですよ。で、当たり前の話なんですよ。人間の体には塩が必要なんで、塩を体に取り入れる当たり前じゃないですか。で、 その塩をあの、まあ、ミネラルがふんだんに入っている塩、まあ、ちょっと値段が高かったですけど、そのミ,ネラルにミネラルがふんだんに含まれている塩を、えーまあ、コップ1杯水に、まあ、溶かしてっていうのかな、それ飲んでるんですよ。で、えーまあ、そういうことをしているとどうかというと、別に熱中症になっていないんですよね。うん あの全く無関係ではな,ないはずなんですよ。というか、大いに関係があるんじゃないかと思うんですよ。なんでかっていうと、あの人間というのは良いい潮を取って過ごしていれば、えー、まあ調子よく過ごせるからです。だから、おそらく熱中症にならない、一、えーまあ、つのね、まあ、そうは言っても暑すぎるところにいたらだめだと思いますけど、えー、こういった、まあ、あまあ何かのお役に立てる話かと思ったんで、えー、お伝えしました。それはね、あのエアコンを使うとか、そういうこともあるんですよ。もう対策方法というのはいろいろあるんですけれども、 まあ何かしらの,このご参考に、えーまあ、なっていただければと思うんですよ。で皆さんもあの、まあ、こういう、えーまあ、疑問を持たれたかもしれないんですが、僕は昔からあの疑問に思っていたことがあるんですけど、まあ、今暑いじゃないですか、まあ、夏真っ盛りでね、真夏じゃないですか。で真夏にまあ食べる食べ物で、スイカってありますが、スイカに塩をかけて食べる人いますよね、人っていうか、スイカに塩をかけて食べる食べ方ってありますよね、おそらくこれですよ。 塩を、えー、人あの美いしいからとか、えー、美味しくないからとかそういったことではないと思います。ことの本質っていうか元の意味が全く違うところにあるんじゃないかと思うんですよ。人間の体には、えー、塩が必要だから。うん、でス,スイカを食べるときに、えーま、そのスイカと一緒に、えーま、塩を取ることによって、えーま、調子よく、えーま、過ごしていけるっていうそういった話だと思うんですよ。 でそのね皆さんの方が逆に詳しかったら申し訳ないんですが、人間の体に塩が必要であるっていう、これ大切な話なんですよ。ただ、悪い塩っていうのはダメなんですよ。まあ、な,なんとは言いませんけど、あの、まあのま気になったら調べていただければと思うんですけど、まあ、えー、安い塩、まあ、悪い塩、いろんなそういったものが含まれている塩っていうのは悪いんですけど、ミネラルがたくさん入っている塩というのは人間の体にあのーまあ、いいということがわかってるんで、昔から、今現在もそうですね。だから、この熱中症対策に、えー、まあ、 何かのおお役に立てててればと思ってお伝えししみましたいきなりね、この熱中症対策には、えー、なんかね、えー、塩水を飲みましょうとかっていうとね、何を言い出すのかって思うかもしれないんですが、えー、こういった話の前後っていうか、つないで聞いていただければ、まあ、そうかなとあ思うんですよ。でも、まあ、もちろん分かりませんけど、飲みすぎとかね、取りすぎっていうのはよくないです。何事も何々しすぎっていうのはよくないんで、ただ、一、まあ、日一杯ぐらいであれば、逆に、まあ、あまあ、なんていうのかな。 よりよく毎日過ごせるんではないかと思いまして何かご参考になっていただければと思いましてお伝えさせていただきましたということで今回のコンテンツここで終わりです最後まで聞いていただきましてありがとうございました失礼いたします